こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、楽しいゴールデンウィークの始まりです。最大10連休取ることができるみたいですね。ちな、私はインフィニティ連休中、社畜たち、つかの間の休暇を楽しんでくれ。やっぱりニートがナンバーワン。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。驚報、若者さん、ネタバレ確認してから視聴する。情報が手に入りやすくなり、選択肢が増えたからでしょうか。日テレ番組、スッキリで、若者の間で常識になりつつある、ネタバレ視聴の特集がありました。ゆかりさん、ネタバレ視聴って何のことでしょうか。私は当然なうでヤングな若者だから知ってる。ネタバレ視聴とは、映画やドラマなどの核心部分や結末を、ネットなどで先に知ってから見るものですよね。公式設定15歳のキズナあかりさん。正解。さすがゆかりさん、プラス3000あかりちゃんポイントを差し上げよう。これで手持ちは612億2000あかりちゃんポイントだね。罠にかかってしまった。番組内で若者49人にアンケートを取った結果も、ネタバレ視聴あり派が24人、なし派が25人と、真っ二つに割れました。ネタバレ視聴派の考えは、時間、費用の節約になる。結末を知っていれば、倍速で視聴することもできるため。心を乱されたくない。途中のドキドキ感が苦手。知っていた方が楽しめる。伏線を確認しやすくなるため。等の考えがあるようですね。番組では指揮者がこうした若者の傾向に対し、若者は無駄な労力を嫌う傾向にある、コスパを重視するためでは?と考察しました。若者ってさ、無駄を楽しむのも大人のたしなみだよ。その点私は毎日無駄を楽しんでる。わかるか?これが大人だ。若者にじじくさい説教する自称15歳の無職ボイスロイド、キズナあかり。ということで、当チャンネルでもアンケートを取ってみました。ネタバレ視聴について、ネタバレ視聴しない、一部作品はネタバレ確認してから視聴する、基本ネタバレ確認してから視聴するの3つの中で答えていただきました。そして結果がこちら。はえー、やっぱ意外とネタバレ視聴派が多いんだな。視聴者さんからの意見は、暇つぶしに効率を求めたくない。サムネ画像でネタバレする動画マジ許せん、回避不能。ネタバレ嫌い、映画の CM さえ見たくない。なんか面白そうやなーって調べてたら否が追うでもネタバレ出てきちゃう。ミステリー作品はあえて犯人知ってる状態で、これ伏線かーとか思いながら見てます。ネタバレを聞くのと見るのじゃ全然違う。見た時の驚きや感動はネタバレしてようがなかろうがなる時はなる。むしろ展開知ってた方が細かいディテールに気づけるからお得まである。進撃の巨人は結末先に見ちまったぜ。途中から見なくなるとやりがち。見る予定のある作品はネタバレ避ける。初めから見るつもりがない作品は気にせずまとめすれとかウィキとか見るけど、ネタバレ見てから興味が湧いて視聴し始めることはある。等の意見がありました。私も面白そうな映画を見るときは、ネタバレとはいかないまでも、レビューサイトで感想は見てから行きます。レビューが良くても自分の好みに合わない可能性はありますが、レビューが悪い作品は、やっぱり自分にとってもいまいちな場合が多い印象があります。エロゲ買うときネタバレは見ないけど、唐突なネタバレ展開がないかを確認してから買ってる私と同じだね。違います。一緒にしないでください。皆さんはどう思いますか?良ければコメントくださいね、定期。それじゃ視聴者向けに一つネタバレを。この動画終わったら、ゆかりさんがあかりちゃんポイントと引き換えにめっちゃゆずキスします。それはネタバレじゃなくて嘘バレだぞ。それでは最後に謎かけを。ネタバレとかけまして、柑橘農家が直取引を始めると解きます。その心は?どちらも、未鑑賞者が困るかもしれません。ご視聴ありがとうございました。